はい、えー、皆様こんばんは、えー、今日は、えー、2021年3月13日土曜日の「ボギーチャンネル」私主催の、えー、ボギーテトコンでございますいや本当に資料をね、あのー、作ろうと思ってバタバタしておりましたら時間経ってしまいまして誠に申し訳、えー、ございません え今日はちょっと3、4分遅れのボギーチャンネルとなりますが、まあ、ご了承いただきたいと思っております。さて、お返しのクッキーホワイトデーということ、いろいろ来ておりますね。はい、非常に嬉しいことでございますが、まあ、今年はね、あの、私、正直言いまして、もらったチョコ、職場で1個だけだったんで、はい、それもくれたのが、職場の上司、男、 でしたからねですからちょっとねあの <laughs> 男にチョコレートを返すっていうのはまあやりたくもないですしまた義理チョコだったんでね、えー、明日はもう知らんぷりをしておこうかと思っておりますさて今夜も、えー、たくさんの方々週末にもかかわらず来ていただきまして、えー、誠にありがとうございます。 はい、お返しクッキーということで、ラプテンさん、中佐から向けております。それから、美月さんからは、ボギーさん、正確すぎます。ということでございまして、はい。いやー、でも本当に、チョコ、そうですね。はい、チョコ。うーん、まあ、あまり大きなことを言うつもりないんですが、まあ、独身の時にいっぱいもらったような記憶があるとか、ないとか、手作りクッキーももらいまして、はい。あのー、 一応の子には私ホワイトデーに手作りのアップルパイ持ってったことがありますよ。手作りのアップルパイ。はい、私アップルパイ実は作れるんです。焼けるんです。はい、アップルパイ一から私作れます。アップルパイだけはね。それ持ってったはた、い、記憶がございますよ。 はい、聞かれると非常にまずいような長良 <laughs> さんどうもこんばんはんこでございますということで皆様からも続々と、はい、クッキー届いておりますねありがとうございますさて今夜の初っぱなの写真非常に不謹慎な写真辺野古のね、えー、キャンプシュワーブの近くのコンクリートの壁に貼り付けられた沖縄左翼が作りましたろくでもない はい、骸骨のマーク骸骨のマークに南部土砂、はい、遺骨ねあの何するなですかねはいまあ南部の土砂遺骨で埋め立てするなですかねいやーこんなね大きなもの作ってわざわざ貼ってるんですよあ長永浦さんどうも えー、島らっきょうスムージーありがとうございます。しかし、皆さんから続々とクッキー届いているんですけどね。ありがとうございます。さて、ぴょんたさんから骸骨。ね、タイムボカンのね。あの、それだけ骸骨のような。そんなファンキーなもんではなくてこれ。 非常に悪意を感じる骸骨でございますね普段はねあの興軍兵士のことなんかをね犬死にとか捨て石だったとか言って散々にこき下ろして何の気遣いもしない人たちがはい南部の土砂が埋め立てに使われるかもしれないと分かった途端にまあ分かったというか決めつけて、ね、決めつけたんですけどその途端に。 ご遺骨ご遺骨,ご遺骨がーなんてやってますし最近では菊の御門入りの三八式歩兵銃がーとまで左翼が言ってるんですよ。おかしくないですかこの人たち。ね。普段はあんなにこき下ろしておきながら、ね、埋め立てに使われそうになった途端にご遺骨がーなんてやったんですけどこの大田膜を見る限り、まあ、埋もれてるご遺骨へのね 配慮敬意など何一つ感じないのは私たち、私だけですかね。どうです、皆さん。こんなね、骸骨の絵を描く人たちが、ね、本当にご遺骨の、ね、尊厳を守ろうとしているように思いますかいや、私、全く思えないですね。あまりにも不謹慎です。不謹慎。 ね、はっきり言ってお亡くなりになったあのご栄誉の方々もよもやねもう80年近く経ってからこんな連中にねあの利用されるなんて思ってもいなかったと思いますまさに塩ささんおっしゃる通り戦没者も利用するのかとまさにその通り沖縄左翼あんまりにもひどいさて実は今日のニュースでしたかね あの沖縄の自民党県連、はい、自民党県連が南部の土砂をねあの遺骨が含まれてるかもしれない南部の土砂を埋め立てには使わないでいただきたいという申し入れをねあのやったというのを聞きました自民党県連がうーんちょっとねまあご遺骨が含まれてるやつを 使うっていうのはちょっとどうかなと思うんですけど防衛局はそれ使うとも言ってませんし業者はあの出すにしても「兵土は完全に取り除いて岩盤の方だけを使います」って言ってるんですけど、まあ、そういったことに全く耳かさないまんま何て言うんですかねこういったご遺骨がっていう声が大きくなったからそれにまるで背中を押されるかのように。 同じことを言い出し始めるっていうのは私ちょっとどうかなと思います。今自民党権利に求められているのはそういった、えー、土砂を使わないようにっていう申し入れではなくてですねこういった沖縄の戦没者がねご遺骨が含まれてるかもしれない土砂を使わないでいいように県外からの土砂でできるように条例をね改正すべきではという提案だと 思うんですけどね私は、はい、自民党も一緒になってご遺骨がーってなっちゃったらこれってもうねどうなるんですかこれ、うんまあ、新しく副知事になった方も最初から阻止するつもりね満々、ま、ですし今中佐が科学的な根拠より感情論が優先されては問題まさに感情論なんですよ ご遺骨がというね、もうマスコミが煽り立てた、このね、風に、まあ、沖縄の自民党も当てられたのか、同じことを言い出したっていうのが、私はちょっと残念すぎるかな、とね、あの正直思っています。はいまあ、ですから、本来、自民党がやるべきことは、えー、左翼と同じようにあの土砂を使わないでっていう申し入れではなくて、 県議会の方であの県外の土砂が使えなくなっているおかしなこの条例をね改正する側に回るべきではそれをね堂々と訴えるべきいや逆にね今だからこそ御英霊のそういった土砂をね使わないんであれば県外からね移入しましょうとっていうことをはっきり言うチャンスなんですよところがなかなかこれ言わないん ですよね本当に残念というか何というかいやもっとししっかりりてよっていいう,うに言いたくなります私も、ねはいまあ今実際にこの沖縄っていうのは県の条例がね定められてからはこの辺野古の工事に県内の土砂がねしか使えなくなってしまった県外からのものは外来生物がということで使えない。 いやーこれねはっきり言って外来生物がなんて言っときながら那覇空港とか使ってますからね那覇空港なんかでは使えたのになんで辺野古ではダメなのっていうふうになっているんですよねそうですよボギー中さんね奄美の石材使ってますよ条例施行後にはいそしてね南部の糸満市の ね、砂なんかも使ってますよ砂って海岸で産下された護衛でもたくさんいますけどねそうですねラプテンさん辺野古はダメで那覇空港はいいこんなねもう本当に韓国みたいな状況になってるっていうのは本当に私嘆かわしいしそれに対して堂々とやっぱりね異を唱えることをやっぱり自民党にはやってほしいんですよ同じ方向に流されるんじゃなくて 流されるんじゃなくて正論やっぱり入ってほしいんですよだからこそ県外から沖縄に埋め立てにはそれを使うべきであるというふうにねしかし誰も言わないなぜ言わないのかな本当に私残念すぎて残念すぎてねもう大丈夫かなんて思っちゃっておりますけどはいまあいつかは言ってくれるのかな はいセイラさん、どうもこんばんは、ワンでございます。はい。いや、ハチさんから、えー、ボギーさんの言ってる、基地に,基地により沖縄県どれだけね潤っているかもっと知ってほしいと。そうなんですね、これもね、基地があることでどれだけのお金が沖縄に落ちてるかということは、国はもっと広報すべきですし、あと国道のみならず、 えー、学校やね公共施設のいわゆる国庫補助率っていうのをきちんとやっぱりプレートにね書いいて残すすべきですはい、例えば、えー、どこどこ、あのー、市役所の、えー、国庫補助率は80%ですとなったら沖縄の人たちはこの建物の8割は国の支援で立ったんだっていうふうにわかるんですところがね 革新の人たちっていうのはそういうふうに国の支援で立ててもまるで自分たちの力だけで立てたかのように誇るもんですから県民やねはい住民が誤解するんですよ沖縄っていうのはね力あるんだと自分たちはこういうの作れるじゃねえかということでねはいだからこういったねやっぱり地道なところから まあ、あちら側から言わせてみたら戦舞工作というかもしれませんけど事実は事実できちんとしたプレートを、ね、作って、えー、国の予算が入っているところにはやっぱりこれねどん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 貼り付けていくべきだというふうに思います。ね、例えば大山セルラースタジアム、えー、防衛省のねいわゆる国庫補助率、えー、75%とか宜野座の、えー、ドーム国庫補助率100%とかね そういうふうに書けばあ国の方でこれ作ってくれたんだっていうふうに分かるわけなんですけどそういったこともやらないでねあのいつか気づいてくれるだろうなんて思ってたら絶対に気づきませんからねですから今後そういった公共事業をやる時には、えー、国庫補助率をね書いた、えー、プレートねきちんとやっぱり貼り付けていくべきだと思いますけど皆さんどう思いますか 府県でではは必必要要なくても沖縄では必要だと思いますよそう言うと「なんで沖縄だけ必要なんだ差別だ!」って言ってまた騒ぐと思いますけど本当に左翼ってねまあ勉強もしないんですけどこういったことについてはすぐもう文句つけたがるもう寝ても覚めてもね眉間にしわ寄せてないと字が保てないのかお前たちと思うんですけどねそうですねこれキャットスメラギヤサ坂さん これどう見てもご栄で冒涜してるますよねこれこの骸骨なんかこんなね白にね目とか鼻が赤い骸骨なんてあるはずないですよ、ね、ご栄霊ね本当にあのー、やはりえ鎮魂の思いをね持っている、ね、敬意を払ってるんだったらこんなイラストなんか絶対に描かないと思いますよつまり彼らは こういったご遺骨ご衛霊も半基地埋め立て素子の道具にしちゃってるっていう証拠になるというふうに思っております、うん、まあさて左翼の方々まあ下劣なこといっぱいありますけど一つ例をね皆様お見せしたいと思いますはいはいこれ実はねあの沖縄本島とある場所に貼られていた辺野古に移行ね毎週木曜日マイクロバス発車と といいうことでございます、はい、参加費500円ということでございまして昔は、ね、無料だったりとかもしたんですが議金はお金取るようでございますねそれがバス申し込み連絡先中村美桜事務所ということでこれうるま市ですかね、はいえー、県議会議員でございますよ中村美桜さん、ね、さてこういうふうにして半吉活動家をね集めて ね、現場に送り込むことをね県議会議員がやっているんですがねやっているんですが実はこんな状態でございますとはいこれ先ほどの横断幕の慣れの果てでございます先ほどの横断幕の慣れの果ていやーこれどうですか皆さん はい、中村美代、往復500円、ね、ゴミがゴミを呼ぶということでございまして、もうこういうふうに横断幕立てて、ねあのー、劣化して破れて、こうして倒れてしまっても、片付けようともしない、そこにまたゴミが集まる、ね、まさにゴミがあるところにゴミが集まるという感じでございまして、もう誰も掃除をしない。 はい、設置した本人も片付けないいやどうですか皆さんこれがね,沖縄左翼ですよねまあ保守系の方々なんかイベントしたってその、ね、イベント終わった時にすぐこういった横断幕撤収してますけど左翼っていうのは本当にもう汚い片付けもわからない、ね、ボランティアで掃除なんか絶対にしない。 争いの海で十分私感じました、ね、浦添の海本当に、ね、選挙の前にあれだけ海を守ろうってね軍港を止めようってこの美しい海を後世に残そうって言ってたね見を挙げていた人たち誰一人現れないいや本当に分かりやすいですよねそうですね中3にいらがないと掃除のパワーが出ないいやいや ももらっても、ね、掃除はしないいと思いますよこの連中、本当にね、辺野古の元商工会会長曰わく、えー、辺野古の村内では、集落内ではコーラ1本買わない、残していくのはゴミと糞尿だけだと言って、激怒していましたけど、そうですね、これ、きゃっとスメラギーヤ坂さん、精神が日本人じゃないんですよ、散らかす、片付けもしない、ね、人を恨む。 ね、前向きな話一切しない過去にとらわれる感情で判断するこれってあれどっかのどっかの国に似てませんかというふうに私思ったりもするんですけどははいちびぬさんんんこばゲスですからね本当にこの海浜清掃にあちら系の方々がね参加してやってるっていうのは本当に見たことないんです。 はい、正直言いまして、いつもこうです、汚すばっかり、ね、しかし選挙の時になると、綺麗事を言うんですよね、まあ、こういった人たちにやっぱり騙されてしまう人がまだまだ沖縄に多いのが非常に私、残念ではありますが、やはりメディアを抑えられてるというのがやっぱり一番痛いまい、あ、そういった中でやはり諦めるんじゃなくて。 ね、ネットやラジオを通じてどん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 やっぱり発信していくことが必要かななんてねあの思っておりますまあねまあ去年おととしまではそのおかしなメディアをね正そうという動きもありましたよ確かに、ね、いい感じであの大きくなってきたんですけどはい琉球新報とか沖縄タイムスもね たしていこうというと動きもあったんです私も出てあのスピーチさせてもらったこともありますけどねいつの間にか消えちゃってしまいましてもうこうなりますともう自分たちでやっていくしかないかなというふうに思いますまあ私はね新聞なんか潰れてしまえと思っちゃいないんですけどねその代わりやっぱり自分たちができることをバンバン発信しなきゃと思ってますんでこれからのまたガツガツ 発信をさせてていいたただきたいと思っておりますはいということで今日はちょっとね時間遅くなりましたが、えー、沖縄のねこういったゲスな左翼のね街の汚しっぷりそして護衛に対する敬意のひとかけらもない横断幕をまあお見せしましたまあそういったところでね是非皆さんこれからも沖縄の現状っていうのをどん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 発信していく所存でございますんでまた本当に ね、あの応援のほどしていただければ励みになりますんで思いっきりしまたチャンネル登録やねコメントなどで盛り上げていただくと嬉しいかなと思っておりますということで今夜の放送をここにて終了させていただきますでも明日は2時から FM21 の方で収録がございます、まあ、沖縄にね沖縄県民にやっぱりこれ伝えたいっていうそういった思いがありましたら FM21 の方にメールで あの送っていただければ番組内でまたお読みしたいと思いますのでねよろしくお願いしたいと思います。でまたあの拉致被害者関連につきまして、えー、これぜひねあの流してほしいって音声とかありましたら遠慮なくお寄せいただければと思っております。ということで、えー、本日の放送これで終了させていただきます。では皆さん明日同じ時間にまたお会いしたいと思います。ありがとうございました。